おはようございます。おはようございます。今日は8月30日の朝でございます。昨日放送休んですみませんでした。体調不良でした。ぶっ倒れてました。あ、クルーズさんいらっしゃい。天ギフが届きました。おーい、のんたんいらっしゃい。おはよう、くみたん。おはよう、わたつです。今から開封枠やります。まず1個目からじゃあ行きましょうか。これって同じ人なのかな、同じ人が送ったのかどうかわかんないんだけど、まず1個目行きます。1個目はですね、ちょっと重たいんですけど、ですね、僕の大好きな、まず1個目、マッチが届きました。マッチでございます。ありがとうございます。ありがとう。マッチ。すげえな、これ。仕事、今日仕事だよ、これから。マッチ、この量が届く。すごくね。やべえよ。今月は、ジュース、よいしょ。まずこれ写真を、ホームページ用に写真を撮ります。いやー、今から飲むよ。あざーす。超テンション上がるわ。あざーす。マッチですね。これ同じ人じゃないのかな？別の人が送ってくれたのかな？ちょっと最近なんかギフトがすげえ届いてて。これ名前言っていいのかな？誰から届いたとか。よいしょ。よし。ジュースです。大塚製薬のマッチって。のんたんに言ったじゃん、ほら。あの、ステッカーの色、これにそっくりだって送ったじゃん。じゃあ、開けます。開けるね。おー。はははは、すげえいっぱいある。すげえいっぱいある。おはよう。マッチでーす。いただきます。これはね、あの、リポビタンデーと、ポカリスエットみたいな感じですね。おはようございます。じゃあ、いただきます。KP しましょう。あざーす。エナジードリンクではない、昔からあるね、だから、あの、ドデカミンとかの仲間なんだけど、あの、なんかエネルギー飲料あるじゃん。リポビタンデーとか、そういう系。それと、ポカリを割った感じ。KP! 朝から KP です。うまいよ、これ。うめえ。マッチうめえ。風呂上がりとか最高。ビタン酸な感じ。ビタン酸。あ、マッチうめえ。あのね、高校の頃よく飲んでたんだよ。あんまりなくない？マッチ売ってるところ。うめえ。ありがとうございます。マッチ送ってくれた方、あざっす。頑張ります。そして、もう一つ届いております。もう一個届いてんだよ。うん、星物リストにあったから、これ星物リストで送ってきてくれたんだと思う。送り状在住って書いてあるんだ。送り状。いやー、ニコ生の人は皆さん、なんだかんだ言って、ブルジョワですな。
送り状。ああ、この人か。この人か。ありがとうございます。わかった。送り主わかった。これ名前言っていいかわかんないから、ちょっと伏せさせてください。この人、名前言っていいのかわかんないけど、リスナーさんです。マッチ。もう一つ、やばい、やばい。やばいよ、俺ビビったもん。マジかと思ったもん。昨日さ、ピンポーンってヤマト運輸ですって来たんだけど、ちょっとビビるぜ。ちょっとビビるぜ、ほんと。こんなにでかいのって思ったもん。こんなでかいのっていう。準備いいかい？行くぜ。よいしょ。よいしょ。このでかさだよ。わかります？でかくね。フレームに入らないよ。画面が見えない。パソコンのモニターが見えない。やばいっしょ。やばいっしょ、これ。このデカさやばくない？やばくないっすか？これモニター。あざーす！これパソコンモニター。やばいよね。このデカさ。半端ねえよ。思ってたよりデカいんだけど。めっちゃでかい。31.5センチ。あざーす！ほんとあざーす！これ名前言っていいのかな？名前言っていいかどうかわかんないんで、ちょっと許可を取ってないんで、あれなんですけど、名前言っていいのかな？名前、とりあえず言わないでおこうか。これ欲しいものリストにあったんだけど、やばいよね。やばくない？ 31 インチモニターですよ。このデカさだよ、このデカさ。これね、でもね、デカさがあんまり伝わってないな。デカさがあんま伝わってない。iPhone と比べるとこうだよ。iPhone のこれ、プラスなんだけど、iPhone 6 プラスと比べてこうですよ。でかさわかるっしょ。超でけえ。すげえよなぁ。すげえよなぁ、ほんとに。言わない方がいいかな。うん。タバコで例えると？タバコで例えると、あ、リスナーさんから今メール来ました。匿名です。はい、匿名さんから届きました。今、メールが来ました。匿名さんからのプレゼントです。匿名さんありがとう。タバコで例えるとこんな感じ。タバコ一箱がこれ。タバコ、1、2、3、4、5。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個分ぐらいですね。タバコ15個分ぐらいかな。タバコ15個分ぐらい。あー、すげえ。ブルジョーだ。いや、31.5センチだって。で、横幅が80センチ。いただいたドリンクでもう一回乾杯しましょう。で、いただいたドリンクがこれです。24箱。重い。
マッチいただきました。KP、天城フラッシュだよ。箱開けてみようか。どれくらいの大きさなのか。その方が伝わるかな。なんかね、でも見た感じ、大きさがあんまり伝わってない。大きさがね、いや、これやばいっしょ。いや、ニコ生帰ってきてほんとよかったわ。開けますか。開けまーす。いや、でっか。国産だね、これ。飯山って書いてある。飯山っていうメーカーで、パソコンで、30インチで、国産で、しかもでかくて、レビューがすごくいい。評判のやつですね。おぉ、太ったぞー。おぉ、でっかっ、嘘、でっかっ、ちょっと待って、あのね、でかい、俺のい、でかっ、どれくらいでかいかな、下手したら、テレビよりでけえぞ。重い。おぉ、すげえ。でかい。でかい。重い。モニターの重さじゃないよ。これなんて言えばいいんだろう。うわ、すげえ綺麗。やば。MacBook Air 3個分くらい。MacBook Air 3個分は余裕である。縦にするとわかるけど、MacBook Air の画面が4つ分くらいあるわ。この横幅の時点で MacBook Air よりでかいもん。超やべえ。すごっ、すごっ、いいことあるぜ。やばいよ。で、これが支えるやつだ。画質もかなりいいらしいよ、これ。画質もかなりいいって。これ、やば。かっけんだけど。ちゃんとアルミなんだけど。下の台も。いや、テンションめっちゃ上がる。俺、マジで、本当にって思ったもん。これ届いたとき。ネタじゃなくてマジなのって思った。ネタでしょうって思ったの。ネタっていうかその、釣りでしょうと思ったけど、本当に送ってくれるとは思わなかった。ありがとうございます。俺のチンコ1億分ぐらいあるね。いやもう映画見放題でしょ、こんなの。やばいよ。ノーパソ画面なんて目じゃねえ。やばいね。あざーす。ほんとあざーす。光沢の画面見づらい。レビューすごく良かったよ。なんか5種類のブルーレイカットとかから選べるんだって。すげえな。光沢は安い。飯山のプロライフ何インチ ?31.5 センチの飯山。飯山プロライフ。飯山プロライフ、プロライトだね。
飯山プロライト。飯山プロライトですね。31.5センチ。いや、絶対売らないよ。絶対売らない。あ、キャスはこじれません。キャスはキッズ多いんで。うん。めっちゃ嬉しいんだけど。こんな過疎生主にこんな可愛がってもらえてありがたいよね。仕事終わったら設置。今設置してもいいんじゃん？今設置する？今設置しない？せっかくだから。今設置します。いや、すげえよ、マジで。愛されてるわ、ほんと。ニコ生戻ってきてマジでよかったと思ってる。よいしょ。じゃあ設置します。設置しますね。この辺に置くか。横幅いっぱいだ。すげえ。置ける、ギリギリ置ける、ギリギリ。ノートパソコン置けないな、もう。でかっ！嘘だろ？ちょ、あ、でっかっ！いや、でかいぞ。いや、でかいぞ。こんな感じ。もうね、全然不釣り合いなんだけど。あのパソコンモニターそんな小さくないからね。なんかすごいよ。すごいよ。MacBook Air 置いてみようか。俺の11インチかな、これが。MacBook Air と比べるとこんな感じだよ。いかにでかいかこれでわかるでしょ。やばいね。だって MacBook Air がこれで、MacBook Air よりでかいんだよ。スピーカーは右の方がいい。いや、スピーカーの幅がこれしか取れないんだよね。JBL。ライフカムって何？ああ、こっち側はライフカムだ。マイクロソフトのカメラで、FC2 はとかキャスはこっちで流してる。うん。これで何インチくらいなんだろう？これが11インチで、これが35インチ、31インチ。Mac のサイズ小ぶりな方だね、これは。11インチ。でも大体目安になるでしょ。一回り小さい方の Mac だね。よいしょ。すごいことになったな。なんかとんでもねえことになってるな。ということでカメラの角度がちょっと高くなります。こんな感じになっちゃうかも。上からになる。テレビモニターにした方がよくない？そうか、パソコンモニターで3万円のこのデカさのこの価格ってやばくない？コスパ超良くない？ゴンさんいらっしゃい。3万円でこれすごくない？俺普通にこれお買い得だと思うんだけど。30、そうそう、もうテレビぐらいのサイズ、本当に。
でもテレビでこのサイズが落ちたら5万ぐらいするだろう。確かに作業用じゃないね。鑑賞用だね。これでニコ生見たら超ド迫力だろう。これでうなちゃん見てえな。これで情熱大陸見たいもん、うなの。いや、仕事っつっても、生放送やって、リスナーさんからお金もらってるだけだけど。これでうなちゃんマン見たら超面白いよ。そうなんだよね。パソコン4窓なんだよね、今。おはよう、ミュール。おはよう。すげえな、なんか生主っぽい生活になってきたな、俺。生主っぽい生活になってきたな。貢ぎ物、貢ぎ物、貢ぎ物。貢ぎ物3点パソコンですよ。貢がれてますよ。キャバ嬢ですよ、キャバ嬢。うな72インチなの。レベル違うな、やっぱ。戦闘力出てるな。でもさ、5000人コミュにもなって、全然貢がれない生主もいるんですよ。皆さん。誰とは言わないよ、俺は。誰とは言わないけど、5000人コミュになって、天狗になって、アンチコメントばっかり増えただけで、人気者だって勘違いしてるバカがいるんだよ、世の中には。だから、本当にいいリスナーさんと出会うと、コミュ人数関係なく慕われますから。まあ、誰とは言わないですよ。誰とは言わない、俺は。どの PC につなげようかな。デュアルモニターでいいんじゃないの？デュアルモニター。デスクトップパソコンにつなげて、デュアルモニターでいいんじゃないかな。これデュアルモニターにできんのかな？どうなんだろう。ね、みんなベガって何？ベガって書いてあるんだけど。フル HD ベガって書いてある。VGA って何？ VGA。いや、嬉しいよね、本当に。やば。これ帰ってきたら繋ぐわ。HDMI で繋げばいい。HDMI で繋ぐの。HDMI ってなんだろう。パソコンのスペックはどこ見ればいいんだろう。パソコンのスペックどこ見ればいいの？ Windows 10の使い方わかんないよ。設定見ればいいのかな？設定見ればいいの。いや、嬉しいよ、ほんと。すげえな、映画館だよ。マジで、映画館ですよ。スターですよ。ていうか、マジでこのお部屋すげえんだけど。子供の頃の俺の夢叶えたんだけど。これもうさ、子供の頃の夢の部屋でしょ。これ。これ夢の部屋だよ、夢の部屋。どう考えても。これあれだよ、秘密基地だよ、秘密基地。これ、アノニマスでしょ。アノニマス。どう考えても。これ、中学生とかが憧れるよ。ヒカキンですよ、ヒカキン。ほら。モニター4台。やばいよね、これ。ここで世界征服できるんじゃないかと思ってきたもん。右クリック、スタートコンピューター、右クリックプロパティね。やば。生主やっててよかった。サイバーテロとかよくわかんないけど、ちょっと待ってね。スタートのところで、右クリック、プロパティ？プロパティ。プロパティ？右クリック、コンピュー、スタート、コンピューター。コンピューターってあったっけ？コンピューターっていう項目がないな。
コンピューターないよ。右クリック、コンピューターがないな。スタートがまずないから。 Windows 10 バージョンアップしてる。 Windows 10だね。